バンドワゴン、バンドワゴンは、フレッド・アステア、シド・チャリシー主演によるアメリカ合衆国のミュージカル映画である。MGM 社制作、配給、観客の思考が少しずつ変わり始めていた1950年代のアメリカ映画界、スイミング・ダウン・ツー・パナマ、アステアが主演した空中レビュー時代の現代、フライング・ダウン・トリオの文字リなどで知られるミュージカル映画のスター。 トニーハンター、フレッド・アステアフンも、かつて異性を風靡した、トップハットに、塩美服という優雅なスタイルが、時代に合わず、今や半ば引退したような日々を送っている。久々に、お忍びで訪ねたニューヨークでは、同じ列車に乗っていたエヴァガードナー、本人が、亀尾出演を待ち構える、新聞記者たちを、自分を待っていてくれたのだと勘違いする始末。僕は一人で歩いて行くさ。 曖イマイセルフと歌いながら、改札を出た、トニーの前に、旧知のレスター、オスカー・レバント風とリリー、ナネット・ファブレイ風のマートン夫妻が彼らデューのジョークで、トニー・ハンター・ファンクラブの立看板を持ち賑やかに、現れる。脚本家とソングライターを兼ねる二人は、出来上がったばかりの脚本を、トニー主演で舞台化すべく早速かけるつけたのであった。あまり気乗りのしないトニーに、 レスターは、とにかく演出に予定しているジェフリー・コルドバ、ジャック・ブッキャナンフンに一度会って向いてくれ。今晩彼の舞台が跳ねた後で会おう、という。ブロードウェイを歩きながら、気分が落ち込んだ時は、まず態度から変えてみようと悟ったトニーは、それには靴を磨くのが一番、シャイン、オンユア・シューズと靴磨きを相手に踊る。コルドバが演出、主演する、オイィプス王の舞台が跳ねた後、トニー、 マートン夫妻、コルドバが集まって、トニーを口説く。マートン夫妻が、舞台のプロットを説明すると、それはまさに現代のファウストだと興奮したコルドバは、悪役を買って出た上にミュージカルコメディ用の脚本を、深刻な心理劇に書き直す二人に指示。さらに、コメディじゃないなら、僕はお呼びでないと出演を渋るトニーに、古い栄光にしがみつくな。 この舞台で、新しいトニーハンター像を打ち立てるんだ。ビル・シェイクスピアのセリフのリズムも、ビル・ロビンソンのタップのリズムも、同じように人を楽しませるととき、それがエンターテインメントだ。ザッツエンターテインメントと人で歌い、踊って、ついに、トニーを納得させた。さらに持ち前の弁舌とテクラで、バレエダンサーのガブリエル、ギャビー・ジェラルド、シド・チャリシーフンを、主演女優に、 その恋人で新進の振付師、ポール・バード、ジェームズ・ミッチェルを振付に獲得した上、大勢の出資者まで確保したコルドバは、自信満々で制作を開始するが、リハーサルが進むにつれて徐々に出演者の間には、険悪な雰囲気が漂い始める。特に初対面から、相手役、ギャビーの身長を気にしていたトニーは、慣れないバレエ風の振付やコルドバの演技指導に、不満を募らせ、ついに、 僕は、ニジンスキーでもなければ、マーロン・ブランドでもない。君、コルドバの演技指導にも、この子、ギャビーの作り笑いにはうんざりだと舞台を降りると言い出す。コルドバやバードに因果を含められたギャビーはしぶしぶ、トニーのもとへ謝りに行くが、些細な口喧嘩から泣き出した。しかし、それがかえって二人の間を打ち解けさせ、トニーは、率直に語り始めた。君や、 才能のある若い人たちが怖かったんだ。僕ら二人は、バレエとミュージカル、二つの別な世界からやってきた。でも一緒にできると思うよ。夜の公演へと繰り出した二人は、自分たちのステップを見つけて踊り始め、ダンシング・イン・ザ・ダーク、ついに舞台で一緒にできることを確信した。初日に抗議つけた舞台、バンドワゴンではあったが、その結果は、惨憺たるものであった。 コルドバの前衛的な演出と脚本の変更に、客はアゼンとして引き上げ、スポンサーたちは手を引き、初日のパーティー会場はガラガラであった。しかしコーラスやダンサーとして参加していた若い役者たちの愚痴パーティーに顔を出した、トニーやギャビー、マートン夫妻はビールを飲んで騒ぎながら、アイラブルイーザこの舞台、このメンバーをこのまま失敗に終わらせるのは惜しいと痛感した。 元のミュージカルコメディ版の脚本に立ち返って、新曲を増やし、地方公演を行いつつ、内容を固めれば、必ず、ヒットを狙える、資金は、自分の持っている、印象派の絵画を売ればいい、と主張するトニーに、コレドバもまた賛成し、舞台に、ボスは一人でいい、ボスは君、トニーだ。そしてできれば、僕も一人の役者として参加したいと述べた。一方でギャビーは、ここらが、 切り上げ時だと手を引くポールに逆らって、次第に心を惹かれ始めていたトニーと共に一座に残る道を選んだ。ギャビーのニューサンイン・ザ・スカイ、トニーとコルドバのアイゲス・アイル・ハブ・ツー、チェンジ・マイ・プラン、リリーのルイジアナ・ヘライド、トニー、リリー、コルドバのトリプルズ、そしてトニーとギャビーによるフィナーレ、ガール・ハント・バレエのナンバーを揃えたバンドワゴンは、 地方公演で好成績を収め、ついにブロードウェイに外旋公演を果たした。その一方でギャビーは、バードとの別れを選び、バードは別の女性と結婚するが、トニーは、ギャビーの気持ちになかなか自信を持つことができない。初日の舞台入りでたまたま、ギャビーと出くわしたトニーは、この舞台がヒットしたら、ロングランでずっと僕と一緒にいなくちゃならない。うんざりしないかいと尋ねるが、 ギャビーは答えない。大成功のうちに幕を閉じたニューヨーク初日であったが、トニーの心は晴れなかった。初日の舞台が跳ねた後、普段なら当たり前のオープニングナイトパーティーも行われず、ギャビーはバードと出かけたと聞かされて、意気消沈したトニーだったが、やがて気を取り直して一人で舞台の成功を祝うべく、僕は一人で歩いて行くさ、バイマイセルフと口ずさに見ながら、楽屋を後にする。 しかし、舞台の上には、キャストと、スタッフが勢ぞろいして、トニーを驚かせ、ギャビーは、あなたと一緒に、ずっとずっと、ロングランを続けていくわと愛を訴えるのであった。抱き合って、キスをする二人に、コルドバとマートン夫妻が、本当のショーは人をうっとりさせる、そして、帰り道で気づくんだ、あれこそがエンターテイメントだってと歌いかけ、最後は五人揃っての、 ザッツエンターテインメントの合唱によって映画は幕を閉じる以上太字はすべてミュージカルナンバー。ハワード・ディーツ作詞、アーサー・シュワルツ作曲による1931年のミュージカルコメディ、バンド・ワゴンは舞台時代のフレッド・アステアとその姉であるアデール・アステアが主演しヒット作通算260回上演で同時にイギリスの貴族と婚約していたアデールの引退作ともなった。 MGM 社のプロデューサーであったアーサー・フリードはこのバンドワゴンを含むリツイコールシュワルツの楽曲を中心としたミュージカル映画を企画フレッド・アステアを主演に迎えた当初バンドワゴンのタイトル権は20世紀フォックス社が所有していたためアイラブ・ルイーザの仮タイトルのまま制作が進められたが後にフリードらの交渉によってタイトルをフォックス社から買い戻し 現在の題名に落ち着いた。脚本を担当したのは、ブロードウェイのバークレイ夫妻、恋愛準決勝戦、雨に歌えば、などを担当していたベティコムデンとアドルフ・グリーンであった。主人公トニーが売れなくなった、映画俳優であるという設定、中んずく冒頭のシーンで、トニーがかつて使用したトップハットと塩ビ服がチャリティーオークションで50セントでも買い手が使いという、 エピソードがアステアに受け入れられないのではないかと心配していたが、脚本のユーモアを気に入ったアステアは、出演を快諾。アステアの相手役には、フリードの抜擢によって、シドチャリシーが初主演し、コムデント、グリーンがモデルとなった、マートン夫妻には、オスカー・レバントとナネット・ファブレーが決ま。コルドバ役には、クリフトン・ウェップ、エドワード・ジー・ロビンソン、ビンセント・プライスなどが検討されたが、 最終的には、イギリスのコメディアン兼ミュージカル俳優、ジャック・ブキャナが決定した。制作は、ミュージカルの専門家として指名された、監督のビンセント・ミネリ、主演のアステアのほか、フリード、ディーツ、シュワルツらが参加して、作品で用いる楽曲を選ぶところから始まった。ディーツとシュワルツは、本格的に彼らの楽曲を用いた映画は、バンドワゴンが、ほぼ初めてで、会議は、 多くのヒットナンバーから二人の勢随を選ぶ場となった。しかしフリードはすでに知られた曲のみでは、不十分であると考え、二人に、アニーよ銃を取れの、小ほど素敵な商売はな、アービング・バーリンのような歌を書いてほしいと依頼した。リーツとシュワルツが30分ほどで書き上げたのが、後に、同名のアンソロジー映画でも用いられた、ザッツ・エンターテイントである。この他チャリシーのソロとして、 二つの顔を持つ女も書き下ろされたが、このシーンは撮影後に、チャリシーラーの意向により、カットとなった、カットオフされたシーンは、ザ・エンターテインメントイ、e、ーで見ることができる。編曲には、ベテランのロジャー・イーデンスを中心とするチームが組まれ、オーケストレーションと指揮は、コンラット・サリンジャーが担当し、実際の制作が進行し始めると、特にキャストの間に、 無言の圧力が生ずるようになった。アステアは、脚本、音楽ともに十分気に入ってはいたものの、監督であるミネリの指示が曖昧で気分屋なことに、苛立ち、また相手役、チャリシーの身長が高いことを気にして、バレーシューズを履いたとしても、自分より、背が高いのではないかと神経質になっていた。共演者の身長を気にするのは、以前からのアステアの癖だったが、本作では、 フリードラの度重なる説得にも耳を貸さず、ついに実際にチャリシーに会って自分より背が低いことを確認るまで共演を保留した。一方のチャリシーは映画初主演の上、少女時代からの憧れのダンサーであったアステアへの異形の念からリハーサルでは必要以上に緊張していた。しかし、両者の関係はリハーサルが進むにつれて次第に和やかなものとなってゆき、 後年になってアステアがチャリシーを美しいダイナマイトと自伝で表するほどの好関係を築いた。ピアニストのオスカー・レバントは撮影に入る数ヶ月前に心臓発作で倒れ元来新気象的傾向の持ち主であったものが悪化していた。ザッツエンターテインメントの撮影ではこんなに動いたらまた心臓発作を起こしてしまうという人であったアステアに泣きつき。 実際には軽くステップを踏んで歩く程度当初アステア、ブキャナン、レバントの男性3人で演じるはずであったトリプルズのナンバーはついにレバントが交板したために代わりにファブレイが演じた。妻役を演じたファブレイに対しては普段実際の妻を相手にしている通りの乱暴な口調や毒舌で接したためにファブレイはレバントを毛嫌いした。一方で 映画初出演でナーバスになっていたファブレーは、現場の雰囲気に馴染めず、レバントは元より、紳士として知られるアステアをさえ、自分の仕事に夢中で冷たくそっけない人、とていたほどだったが、不安を口にすることもできず、努めて明るく振る舞っていた。すでに老境にあったブキャナンは撮影と並行して大きな歯科治療を行っていたこともあり、撮影の合間は黙り込んでいるか。 口を開けばくだらない冗談ばかり飛ばしているだけであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。